どうもこんにちは、キンジです。気合入ってますね。気合入ってますよ。おしゃれでは今撮ってるとこなんですけども、アトランタでの撮影ですね。アトランタっていうとさ、アトランタオリンピックって感じやん。そうだね、もうで、俺のイメージはさ、すごい先進的な場所かなと思ったんですけど、うん、わかりますよ。見て、これマッドサイエンスティスト的なね怖いのよ。治安が悪いのがプンプン匂いしてますね。プンプンします。プンプンする。いや、本当にね、治安良くないっす。マジ良くない。アトランタ全然良くないっす、ね、危険まである。アジア人僕たち一人も見てないからね、アトランタで。いや一人も見ない。まあ、ここは危険ですね、うん、というわけで今回紹介するお店なんですけども、カメラガイズ。カメラガイズの隣にあるこちらのショップですね。バースっていうプロがね、もういます。中身の方見ていきたいと思います、はい、友達結構商品いいんですよ。なんだこれは。オリジナル。オリジナルかな。オリジナル、うん、商品自体は安いんだけど、やっぱ少ないんですよね、置いてあるのが。ちょっと少ないですね、本当に。なんか紹介するほどではないから、ね、$300ですね。これ安い。ストック X よりも安いんじゃないかなってくらい。あ、そうなんだ。何それ。これエアージョーダン2です。あんま見ないけど、見たことない。 UNC でこれ、まあ、$300ぐらい。これ安いなと思ったんですよ。はいはいはい。エメレオンドレっていう、なんかニューヨークのケビンさん大好きブランドなんですけど、$400なんですよ。安い。これ安い。ストック X とかで買うよりは安い。全然安い、うん、ちょっとこれ欲しいなって思ったぐらいですね。ただ、そうなんだ。有名なんだけど日本ではそこまで知名度が高くないブランドなので、うん、今買うとしたら結構お得に買えるかな。なるほどね、うん、関税とか考えると1万円ぐらいお得で買える。へー。エメレオンドレの中でも一番プレネが高い。いいですね。ハロウィンですね。ハロウィンダンク。まあ確かにハロウィンみたいな場所ですからね。あれですね、プペルなんでね。プペルの街なんでね。暗闇だとここ光るんですよ。あ、そうなんだ。$580なんだけど、これ安い。これ安い。安い、うん、なぜなら 11.5 って日本ないんですよ、うん、だからこれかなり安いし、超レア。これも安いね。これも安い。ブレストなんだけど、うん、26cm、 これ$650。これも安い。これも安い。安いです、うん。これ165ですね。ユーズドはユーズドって書いてあります、ね、ちゃんと書いてあるんだね。ユーズドじゃないものは、なるほどね、商品ですね。これもね、なかなか珍しい。これ$280。$280。こことかもすごいね、うん、ここはなんかさっきからガラスケースなんだけど、みんな勝手に開けて勝手に見てる。勝手に見てる。勝手に見てる。いや、これね、本当安いんですよ、うん、ただ 11.5 ってまあ僕のサイズではあるんだけど、ハーフサイズちょっとでかいんで、ちょっと絶妙かなっていう、まあ欲しい人はでもすごい欲しいと思う、これ。なるほど。まあちょっと我慢します。はい。あとはシュプリームも意外とあって$200ですね。安いですね。定価より安いんじゃない。安い。お、どうしたの。これあれやん、ドゥーン。カニエ・ウェストがライブした時のドンダ。ドンダってやつ。ドンダ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 。なんかあったよ。あ、歌あったね。これのドンダですよ。俺ケンジ君がバグったのかな。これ超珍しいですよ。これ$200っす。これ欲しいね。これタダで配ったやつ売られてますね。タダで配ってたんだ。多分タダで配ったの。マジかよ。ドンダ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 。大丈夫ですか。朝ごはん食ってねえからな。ドンダちょっと欲しいけど、スニーカー君が実はね、今週あるんですよ。ほう。なので、まあそこでなんかいいのあったら買おうかなっていう。やっぱスニーカー君が一番安いのよ。それを超えるものは多分なくて。なるほどね。なぜなら、スニーカー君でタックスが含まれないからさ、安く買えるんで、まあ、そこでちょっと入れたいなと。なるほどね。そこで買って荷物増やすとさ、まあ確かに危ないね。トラビスも$500ぐらいですね。安いっすね。安い。でもみんな試着してるからさ、ちょっと汚いね。真っ黒だね。これ意外高いね。$450だって。高いね。日本だとそんなに高くない。まあこんなもんすかね。なるほどね。最近このバッグアメリカですごい流行ってるんですよ。これよくわかんないけど。これ何なの。俺もわかんない。なんかリセールショップによくある。あ、そうなんだ。そう、めちゃめちゃある。シャーロットのショップにもめちゃめちゃありました、ね、あ、そうなんだ。これから日本でも流行るかもしれない。はいはいはい、注目ですね。こんな感じですね。今アトランタのダウンタウンにいて、今井くんがですね、信号待ってたら黒人女性にって言われましたね。差別よくね。ほらね、めちゃめちゃ言ってます、うん、嘘でね、お前。こっち見れるんじゃねえよ。やっぱね、平和ってのはね、すごい難しいですね。差別ってのは良くないことなんですけどね、されるんですよね、僕たちは。俺らはされるよ、ね、僕らはされるんですよ、うん、どんなに差別良くないって言っても僕らはされるんですよ。俺らはされる。だから舐められないようにするためにね、我々日本人もね、行動しなければならないというね。スニーカーを見に行くだけでなんでこんな思いをするのかと。悲しいですね。悲しい。ダウンタウンはですね、唯一いいのはパーキングいろんなとこ止められるんで、そこがなんかアトランタのいいところかなって。そう、そんくらいよ、本当に。それだけだね。
こうやってカメラを回しながら歩いてるだけでもやっぱね強敵になってしまうんですよね僕らは。まあ実際そうだね。で今から行くショップなんですけども Google マップでの評価 5.0 ですよ。 5.0 すごくない？すごすぎるよ。もうここ行ったら最後っていう感じ。アトランタはねもうわりかし見たかなみたいな、うん、まあ、見たというか全部行ってるんですけどね僕たち。行ってるんだけど住み替え値段書いてないのがさ。そう値段書いてないのもあるし、そもそもおすすめできねえなみたいなショップもわりかしあるんで、まあ、やっぱ治安悪いよ、人いないし。ニューヨークなんかよりも全然悪いですね。タイプ247行きましょう。あ完全にメイウェザーみたいな人にねいきなり許可取れって言われたの。まあそれはそうなんだけどね、まあ、ね、開いた瞬間に出てきたからって思ったね。なんだこれ、何これ。バンクローファイヤークラッカー。ファイヤークラッカー$400。これ初めて見たわ。これなんか見たことある。これショップコレクションとかなんかそこら辺で見たことある。これ$300ですよ。でも安いよ多分、うん、もうちょっと日本高い。もうちょっと高いですね。これとかも珍しいね、うん、安いんですよ220。安い。もしかしたらアトランタでも。アトランタでもかなり安い。かなり安いんじゃないですか。これバルセロナですね。$220。マジックでキュッ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 ってやってる ねどんどん安くなってる、ね、どんどん安くなって最初$325、まあ、$220も安くなってる。安いな。ここでも結構安いね、うん、メイウェザーがいるけどそう、チャンピオンがなぜかいるんだよね。タイミング結構うん、大きいサイズあんまりない。そうだね。安いわ。安い。$525。リセールサイトとか置いている値段ですよ。店で置く値段ではない。相当安い。これで歩けば俺たち舐められないんじゃね。これ痛そうだな。これ結構痛いよ。これえ、痛っ。結構痛いよねこれ。結構痛い。マジマジキスとニューバランスですね。これ$210。もはや日本の定価より安い。安い。これはめちゃめちゃ安い、うん、日本だと25,000-26,000しましたからね。結構するんだね。シュプリームとコラボですねこれ、はいはいはい、結構昔だねこれ。でも$275だよ。そうだね。これ安いよね。$275。こういうの仕入れて売りたい。確かにね。アトランタオリンピックのやつだって。そうなんだ。これちょっと面白いね、うん、アトランタオリンピックで記念して作られたやつ。へえ面白いねこれは。これ$300ですね。結構安いです。やっぱアトランタの人ってさオリンピックのことずっとやっぱ思ってるんだよ。そういうこと ねオリンピックやったんだぞと。日本ではね批判されますけどね。ごめんなさい政治チャンネルになっちゃう。確かにね。でこれすごい$225だって。$225。こんな感じの車いっぱいあるよねアメリカ。めちゃめちゃある。俺車のメーカーのコラボだと思った。イージーとかもね結構多分安いと思うんだけどね、うん、高すぎて取れないね、うん、ゲームロイヤル$350。中古だからね何とも言えないけど。まあそうだね。安い$550。まあ中古でノーボックスって$550か。まあ普通や。そうか。グッドって書いてある。これはオリジナルですかね。多分そうかね。これだオリジナルな。うん。エリック・エマニュエルですね。あ安い$150。だいたいニューヨークだと$200ぐらいするんですよ。そんなするんだ。そうそうそう。意外と安いねっていう感じだな、うん、これだから最近発売されたやつですね。あそうなんだ。$180。うん。なんかシュプリームがちらほらあるかなって。アパレルはそんなないのか。強くない。スニーカーはじゃあ安いお店ですね。イージーとかもやっぱ安いよね。$275。これ昔相当高かったね。あの時昔は高かった、ね、あ今はもうダダ下がり。ダダ下がり、うん、これでもだって$375ですよ。めちゃめちゃ安い。昔の方が十何万とかしてた。そうそう。これ初期なんですよ。 あリフレクティブでこんな安いんだ。これ十何万しやすいですよ。これだからやっぱ人気だね。$500。なるほどね。これ多分2分でも売れますよ、ね、あ売れる全然。まだ7万ぐらいで売れるかも。そうなんだ。安いね。うん安い。あこれも安い。$850。これ十何万し。あそうなんだ。今ちょっと値段下がってるんだけど、これとか$225。うーんメイウェザーにずっと見られてる。そうだな。なんだろうこれすごいね。$250か。うんこれとかよくわかんないよね。見たことない。わかる人はわかるのかな。女性サイズめちゃめちゃ多い、ね、うん確かに。ここは意外と上にもシュプリームがありますね。わかんないですか。ちょっとビビったんだけどさ。パリダンクあるんですよ。ティファニーダンクもあるし。すごいね。これロンドンだっけな。ロンドンかなんかですね。パリダンクあるぞ。ね。さすがのね、俺は知ってるよ。これやべえ。相当ハイプなものが置かれてるんじゃないですか。一応聞いてみる。そうだね。パリダンクさん半端です。ああ、そうなんだ。売り物じゃない。売り物じゃないんだね。まあ、それは売り物じゃないわ。日本で持ってる人いるんですか。日本で売れますよ。まあでもスニーカーコンで。書いてあるね。なんかスニーカーコンかなんかで買ったんだよ。じゃあもしかしたら俺らも見えるかもしれない。だってエアマグもあるよ。これも100万円以上しますよ。すごいな、うん、とりあえず多分あそこに置いてあるのは売り物じゃない。売れないもん、うん、売れないし買えない、うん、そうだね。僕はスニーカーコン多分出店すると思うから。あー楽しみですね。値段もその時全部見えるから。そうだね。楽しみでしょ。楽しみでしょ。
はい、というわけでですね、無事車の中に入ってきました。アトランタはね、治安は良くないです。動画内で500回ぐらい行ってますけど、治安は良くはないんだけど、やっぱり昔アトランタオリンピックっていうのをやったのが住んでる人の中ではプライドというか、そうだね、アトランタに関係のあるような商品とかね結構置いてあるので、オリンピックやった都市なんだなっていうのはすごいね分かりますね。アトランタは行くんだったらまあ気をつけて行ってほしいかなって感じですね、はい、お、ほらオリンピック公園ありますよ。あら、本当だ、本当にオリンピック、ごめんなさい、日本行けないんだオリンピック公園がありますね、うん、ショップ自体は今のところ行った中では安い店が多いので、うん、そういった意味ではね結構いいとこなんですけど、やっぱ気をつけて行ってみてくださいという感じで、ね、今回の動画終わりたいなと思います。この動画がいいなと思って参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。